砂上のヘナタリとそのはと。一回り小さいのは、ウミニナと、細ウミニナヘナタリ、学名ピロネラニッポニカオザワ&、レードインレードオザワ、2016は、キバウミニナ科に分類される巻ガ貝の一種。東アジアの段階域の砂底干潟に生息する、統計の貝である。類似種と共にいわゆる、ウミニナ類に含まれることが多い。ウマツビに、 貝をつけ、ヘナタリガイと呼ばれることもある。従来本種の学名とされきた C ・シンギュラタは日本に分布しない別種。タイプ産地は三重県松阪市楠田川河口かつてはインド西太平洋の温帯から熱帯域にかけての広い範囲に分布するすべてがヘナタリ C ・シンギュラタという同一種だと考えられていたが、分子系統解析により、それらには 外見が告示した複数の種が含まれていることが判明した。それら9エナタリのうち、日本には本州以南に分布するヘナタリの他に、八重山ヘナタリピロネラアジアティカと、末広ヘナタリピロネラマイクロプテラの2種が、八重山群島に分布する。本校はそのうちの1種エナタリについて説明する。 生涯の貝殻は体か3 2 6ト、mm、ルほどになり、統計、検出である。薪の角層は膨らまず、全体の形は円錐型に近い。角層には3本の西アバラと、ラバラを区切る黒っぽいラ杏が走る。特に一番上の西アバラは強く、その下にある一番目のラ杏も深くなり、それより、下の2本のラ杏よりも強く明瞭になるのが、 本種の特徴とされる。なお三本の西アバラの最下部には四本目の西アバラの一部が縫合の上にわずかにはみ出して見えることもあるが、これは本数には数えない。上層部には強い縦アバラもあり、ラアバラと交わってタイル状や下流状になるが、これらの彫刻は下層部では弱まる。生涯では殻口がラッパ状に外反し、水管が 背中側に曲がり、殻口の左側面には、縦の盛り上がりができる。殻の色は、紅白色から大色だが、黒褐色のものもいる。日本産海になる胃の中では、殻に、膨らみがなく塩水型に近いこと、黄色っぽく横縞模様が強いこと、殻口が、独特の形になることで、区別できる。ただし若い個体で、 黒みが強いものは、川合との区別がつけにくい場合がある。河口など寄水域の干潟に群れをなして生息し、干潟を好む、生物群落の構成種となる。本種は、淡水の影響が、やや強く、オス筋や水たまりのある差しか差で質の区域を好む。天石帯、岩礁地や、乾燥するほど、高所の砂地には出現しない。 本種より、低所に乾合山遠さがに、姫山大さがに、同所的に、茅子がに、足原がに、高所に、白泉市を招き海にナフトへなたりなどが観察される。干潮時に干潟をいでトリタスを接触する。雪時後は、砂泥上でじっとしているが、満潮時には、砂泥の中に潜る。産卵期は、夏で、泥地に、紐状卵海を産みつける。 子供は、妖精で孵化し、しばらく海中で、プランクトン生活を送る。ヘナタリ類は21世紀初頭までは、フトヘナタリ族セレチディアスウェインソン、1840、内のヘナタリア族、セレチディアとして扱われてきた。しかしその後の分子系統解析により、ア族から独立のヘナタリ族セレシディオプソラティーレ、1929に昇格されるとともに、 他のヘナタリ類と外見や分布域がやや異なることから別族として扱われていた西洋ヘナタリピロネラコニカも同族に分類すべきことが判明した。さらにこの西洋ヘナタリをタイプとする属名ピロネラ JE グレー1847の記載年が1929年に記載されたヘナタリ族セレシディオプソラよりも早いため 国際動物命名規約の選手権のルールに従ってヘナタリ類の属名はすべてピロネラに改められることになった。20世紀までは空の外見の実による種の分類がなされていたが21世紀になって分子系統解析が行われた結果この属には外見での識別が 難しい隠蔽種が複数含まれていることが明らかとなり、種名の整理と名前のない種についての新種記載がなされるなどして、2016年時点での本属の分類は下記の通りになっている。このうち日本には5種が分布するとされ、古くから日潟の貝として知られてきたヘナタリやアイなども含む4種が2016年に改めて新種として記載された。 ピロネラ・ラビカ、アカバワン、西洋ヘナタリピロネラ・コニカは名の由来は不明だが、日本ではかつて本種の角質の蓋をイブしてこうに、利用しており、漢字表記も、開口が当てられる。ヘナタリの名は、鎌倉期の随筆、ツレズレグサ第34弾にも登場している。人や地域によっては、 他の海になるいと同様に漁獲され、塩茹でなどで食用にされる。なお本種は、異業級中、ヘテロファイズヘテロファイズの第一中間宿主として、報告されている。ヘナタリの体内で成長したものが、第二中間宿主のボラメナダハゼルイなどの寄水魚に、入り、魚を生殖した人の腸に寄生する。川口域の砂泥干潟を、生息地としているが、 埋め立て、干拓、春節などで生息地が減少している。ありがとうございます。